アルブレクトは、スウェーデン王及びメクレンブルクシュベリン公。ドイツ名はアルブレヒト。父は、メクレンブルクシュベリン公、アルブレヒト2世。母は、スウェーデンとノルウェーの王マグヌス・エリクソンの妹、エウフェミア。ハインリヒ3世の弟、マグヌス1世の2位。スウェーデン貴族が1364年にマグヌス・エリクソンを追放後。 息子のノルウェー王方根6世が大いに就くのを避けるため、マグヌスの甥い、アルブレクトを北ドイツのメクレンブルク家から迎えた。1384年には、弟のマグヌス1世の死により、メクレンブルクシュベリン行為を継承している。兄のハインリヒ3世と、デンマーク王バルデマー4世の長女インゲボーの娘、マーリアは、ポンメルンコーブラティスラフ7世に嫁いで、 息子エーリヒを生んでいたが、インゲボーの妹でデンマークとノルウェーの摂政マルグレーテは、エーリヒをまず1388年にノルウェーの王位につけていた。一方、アルブレクトは1370年にバルト海に勢力を新調したデンマークを牽制するため、ハンザ同盟やドイツ諸公によるハンデンマーク連合にスウェーデンを参加させてデンマークを屈服させ、 シュトラルズンとの和議を締結した。しかし、スウェーデン国内では、国王、アルブレクトと貴族及び、高位聖職者などの有力者との対立が表面化、した。アルブレクトは、メクレンブルクやドイツから傭兵を重募し、王権強化を目論んだが、これに対し貴族と、高位聖職者は、デンマークとノルウェイの殺傷であるマルグレーテを支持し、1388には、 両者の対決は避けられぬものとなった。マルグレーテが実質的に女王として君臨するデンマークは、さらにスウェーデンの王位をめぐって、アルブレクトと争った。1389年に、長母したドイツ人騎士を含めたアルブレクト軍とデンマーク軍を主力とした殺傷。マルグレーテの軍が南部スウェーデンで決戦を行い、アルブレクトはデンマークに敗れて捕虜となり、 スウェーデン王位を廃された。エーリヒは1396年にデンマークとスウェーデンの王位につき、翌1397年に三カ国によるカルマル同盟が結ばれた。1395年にアルブレクトはハンザ同盟諸都市の仲介によって解放されたが、スウェーデン王位請求権は放棄せず、海賊集団のフィタリエンブリューダーを雇い入れて、ゴットランド島のビスビューを占拠し、 1398年に、そのフィタリエン・ブリューダーが、コットランドを追われた後も、1408年に至るまで、海賊行為を繰り返し続けた。メクレンブルク・シュベリーン公としては、1383年から1388年まで、オいアルブレヒト4世を、共同君主としていたが創生し、アルブレクトの死後は、息子のアルブレヒト五世が行為を継承した。 1359年、シュベリン・ハク・オット1世娘リヒャルディスと結婚に死を設けた。1396年、ブラウン・シュバイクリュー・ネブルクコーマグヌス2世の娘、アグネスと再婚に死を設けた。ありがとうございます。